来年はまた変わってるんだろうな、ニセコは。毎年変わるからね、すごいな、マジで。夜市までね、あと秋崎商店まであと17分。途中にさ、あれがあったんじゃない、これ、キノコ王国。あ、キノコ汁飲んでこうよ。飲みたいね。あるかな。あれ美味しいからな。あるでしょ。見えてきたよ、看板が。え、そうそう、これこれ。おーおーおお、すごいの出てきたじゃん。ここに止めようね。ここでいい。ここじゃない。そのもう一個前。何にしようかな。キノコつけそばっていうのもあんだ。あ、でもあれか、この先柿崎でいっぱい食べるのか、うん、そうだよな、うん、ちょっとにしとかないとダメなんだな。そうそう。何にする？キノコ天ぷら大盛り。え、そう、このキノコプレミアムキノコ汁、前間違えてさ、キノコ汁の大盛りにしちゃってさ、このプレミアム食べれてないんだよね。どう見てもうまいよな、これは。あ、ライス頼んだらよかったかな。まあいいか。すごいね。すごいよ。これも見て、いろいろ入ってんね。お、来た来た。美味しそう。あれ、タレじゃないの。ああ。天ぷらの盛り合わせ、大盛り。660円。しいたけとか、あとは白いなんか、あ、これは、なんだ、しめじとか。なんかすごいよ、いっぱい。そうだね。美味しそう。サクサクだね。美味しい。あ、これもうまい。なめこ？違う、これはなんだ。しめじ？しめじかな。美味しかった。美味しかった。結構お腹が7、8分目になっちゃった。でも大丈夫。柿崎のホッケ定食もな、めちゃくちゃ安かったんだよな。そうそう。大きくて。それもいいしな。何にしようかな。焼きもいいよね。刺身系もいいけど。うん。ここもすごいな、横に雪が。道路は溶けてるけど。夜市に入りました。あとね、3分で着くよ。 OK。 ここ曲がってみようか。駐車場は、そうだね。うわ、混んでんな。すごいね。まずここはダメでしょ、うん、ここ空いたけどな、今行こう。どうする？レストランから行く？ OK。 うわ、すげー。1泊580円。うん、ソーハチカレー。おお、すげえな。こんなに入って580円。こんな入ってたよ。ちゃんと閉めて。すげえ、1480円、冷凍。すげえ入ってる。お、海鮮丼はもうないんだ。あら、
かんねえ。かけたもいいね。え、これも完売？ちょっと遅かったのか。新いくら提供開始？何新いくらって？結構肉厚切ってくれて、まあ、油もそうだし、油もそう、うん、最高。それで1400円だったかな。1280円か、安いな。1280円。あ、じゃあ早速いただきます。はい、見てこれすごいね、本当にすごくない？美味しい。すごい。パンも抜群に美味しい。あ、こんにゃくからのパンのデザインそうめちゃくちゃ美味しい。こっちも来ました。すごいでかい。でっかいよ。おしぼりこれだ。すごいね。すごい大きい。ね、こっちもすごいね、油がサクサクだ、ね、どうぞ。うわ、美味しそう。すごいね。焼きたてだから。うまっ。肉厚で、尻尾でこの肉厚って何よ。あ、うまい。うわ、すごい。うまっ。おぉ、うまっ。いいね、この弾力は。すごいよ。皮もパリパリで、うん、美味しかったね。すごいな、あのサーモン。サーモンはもうすごかった。明日も食べに来てもいいな。美味しかった。明日ね、この日華のさ、うん、なんて言ったあれ、日華ウイスキーの工場金額、工場金額ようやくね、行きたかったんだよね。3年越し、4年越し。コロナの頃は中止してて、うん、で、その後、去年の、あ、今年の夏？去年の夏か。去年の夏もダメで、冬もダメで、うん、今年の夏もダメで、ようやく、明日空いてますって言うから。なんで、明日また9時に戻ってこないとダメだから、うん、戻ってきて、明日、またここでサーモン丼食べてもいいな。ねえ、美味しいから。明日は海鮮丼があるから。あ、そうだね。早く来たらね。うんうん、あ、前もう海じゃない？うん、海だよ。海。ちょっとシャポタン見に行こうか。天気いいしね。うん、見えるかな？気持ちいいよね。まあまあシャポタンの方まで行けば見れるんじゃない？おー、見えました。見えたね。日は沈んだけど。いいね。うん。やっぱり。本当雪が多いね、うん、すごいな。この先にさ、金戸水産だったかな、うん、なんかたらこが有名なんだよね、ここら辺。そうそうそう、そのお店があったと思うから、ちょっと見に行ってみる。行ってみようか、うん、これ沿いかな。結構さ、船が今帰ってきたのかな。いるね。何が取れんだろう。ニシンかな、タラ、タラかな、スケソウタラとか。すごい、なんかタラいっぱい売ってるもんね。売ってるもんね。あとホッケとかか、うん、カレーと。これか、ここでいいのかな。たらこ山わさび漬け元祖。へえ、いっぱいあるな。あ、ここにも鳥羽があった。すげえ。これの上が、なんかこれがね、昆布とかだしを使った醤油漬けでしょ。からし明太子で、これはワインで、で、エゾワサビを使ったのか、いろいろ珍しいのがあったり。そう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 。ここに、ご自宅用、ちょっと切れちゃってるやつ。そうそう、だからこれだと上が 400g でだいたい3000円でしょ。だからこれ 400g だから1400円分だから、
200g で68、相当お得で半額以下。なんか金塊たらこ、塩たらこっていう金塊たらこっていうのが珍しい。そうそう、普通はそうそう、ここの近くで取れたやつで、他はだいたいアメリカとかのなんだって。で、数量限定、それを買ってみよう。これ買ってみたいね、いっぱい買ったね。甘エビの塩辛、うまそう。と、醤油漬け、醤油漬けと金塊たらこ。わ、綺麗だな、海が。ちょうど夕暮れ時で。買い物もできました。はい、あとはこれで北海道でお寿司を食べたら、もうしまったな。しまった。どう、いい、完璧でしょ。この辺りお寿司屋さん多いもんね。お蕎麦じゃない、お寿司屋さん、お寿司屋さん多い、いっぱいあるから。一個な、行きたいのがな、シャコタン岬の反対側にあるんだけど、今の時期休みだから。あ、そうなんだ。夏も行きたかったんだけど、すんごい並んでたのと、うに丼でお腹パンパンだったから、うん、諦めたんだけど、さあ、お、左です。ここか、駐車場。一寿司さん、夢の本職丼が作れるらしい。これ海鮮丼三色。そうそう、あ、こっちは三色丼、こっちは四色丼。すごいね、合わせた合計。なるほど。今日は特生を2つだね。うん、このホッキ貝が食べたかったから。安いな、しかし、グラム入ってるね。超安いな、1900円って。これなんだろう、うまいね。納得ですね。美味しかった。いい量だったね。とても美味しかったし、いい量だった。今日は昼過ぎからさ、いっぱい食べてるから狂ったように食べてるね。そうそう、キノコ王国でまず食べて、天ぷらのすごいの食べて、でその後柿崎で丼とか食べて、ホッケ定食食べて、それ食べたのがだって何時だ、あれ2時とかでしょ、2時とか3時だから、で今5時で、4時半から寿司食べて。やばいよね、ちょっとどんな食生活っていう感じだよね。ギュッと短期間に詰め込みました。3食食べました。そう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 。そしては小樽方面に戻っていって、まあ夜市だね今日は。戻ってきます。はい。フェリーが埋まっちゃったじゃん。そうなの。なんで急にバツになんだろうな、あれかな、もしかしたら災害支援かな、新潟だし。寿司食べて閉めたのに閉まらなくなっちゃったじゃん。閉まらなくなっちゃったよ。自走で帰るなら帰れるけど、どうしたもんかな。船でのんびり帰りたかったんだけどね。おはようございます。よし、工場見学に行きましょう。はい、もうすぐそこと思うんだ。なんか工場見学用の駐車場がね、ここら辺にあるはず。これ消防署でしょ、ここら辺にあるはずなんだけどな。見学予約者用だって。あ、すごい、ね、すごいね。おはようございます。これだよね、もう。
9時からのツアーだからね。寒いな今日は。寒いね。マイナス5度だったよ今。ねえ、すげえ。運転手です。飲めませんだって。こんなんもらった。テイスティングチケット。ああ、ツアー中は動画の撮影はできないって。うん。ヒートっていうのが取れて、そうそうそう、匂いがすごいさ、スモーキーだったじゃん、うんうん、ね、これがウイスキーの匂いになるって言って、昔のパスポートだってすげえな、いやすげえな、50日だってスコットランドまで。そうそう、日課は大日本果汁っていう会社なんだよね。これが竹鶴さん家、移築したって言ってたね、うん、広いぜ。旧竹鶴って行ってみようか。でさっき見せてもらったのがそこ。ツアーの時はカメラ回せなかったから動画禁止だったから、写真は良かったけどね。すげえわじゃん。ようかと思ったら、へえ。あ、こんなに入れんだ。へえ。すごいね。これ入ってんだよね、ここまでは。ね、ダンス。はい、そうでしょう。うわ、すげえ。こう作れて、おすすめの飲み方、どれから飲もうかな。それはシングルモルトでしょう。これ、あ、すごい香る。香りだけちょっと焦がしたけど、あー、きついな。すごいね、ちょっと甘くてさ、うんうん、すごいいい香りする。これは全部入れちゃいます。こう、いいね。いいのかしら、こんな。いただきます。わ、おいしい。なんか樽の香りがすごくする。試飲会場は完全予約制。楽しかった、酔っ払っちゃった。本当だね。
ちょっとレストラン行ってみる？ここだね。なんかね、ローストチキンとか、あ、いいね。感じかな。行ってみようか。はい、今日は北津キッチンのローストチキン2分の1カットプレート1560円と、あと北海道産マダラのフィッシュ&チップスが1100円からにしました。ここでもウイスキーのあるんだね。テイスティングがある。テイスティングセットが1800円であるよ、ね、こっちはあれだ、お好きなものを3つ選べる。本当だね。これもらっちゃおうかな、うん、サラダも盛る。おー、あ、美味しそう、ね、いただきます。うん、美味しい。すんごいいい匂いするもん。美味しい。玉ねぎ、セロリ、ハーブ、ブラウンマッシュルームをマルドルに詰めてローストしてるんだ。潰してタルタルソースにして、うん、フィッシュ&チップスに一緒にかけて食べくださいって。うわ、美味しそう、ね、うん、いただきます。あ、うまー、やばい、これ見るからに美味しそう。うまいなこれ、やばいぞ、ふわふわタラが。このタルタルが、あ、やばいやばい、ホロホロだもんね。久しぶりだな、フィッシュ&チップス。ほんとだね。さて次はショップを見に行きます。あ、すごい、これは売り切れだ。これいいな、3000円。これもすごいよ。こちらは1人1日1本まですごいじゃん、これな、よく売ってたね、鶴さっき あの売り切れだったんだけどさ、急に1本だけね、入手してきたらさ現れたわけ。そしてそのちっちゃいのも買ってくれたんだ。そう、これ今日のフェリーで飲むかなと思って。いいね、飲みたいんでしょ。うん、大きいのはやっぱ売り切れだったからね、うん。あとこれアップルなんとか、アップルワイン、だからこれとこれは試飲したやつだよね。そうだね、うん、工場見学して試飲してさ、うん、お昼ご飯レストランでご飯食べて、うん、お土産物屋見てたら2時間3時間ぐらい経ってんじゃない、もう。ねえ、ねえ、面白い、すごいね。ミュージアムもあるしさ。そうだよね、いろいろ、ミュージアムすごかった、うん。行きますか、うん、ご飯も食べれたし、うん、お酒も買えたし、お酒も飲めたし最高の気分です。本当だね。では行きます。はい、では小樽に向かって、うん、今日はフェリーだね。はーい、フェリーで新潟まで行きます。はい、フェリーが5時かな。嬉しいな。地層で帰らないでいいからね、うん。まあね、新潟から長野だからな、うん、それと露天風呂があるらしい。そう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 、フェリーに露天風呂ついてるらしいな、うん、すごいよね、うん、これは楽しみです。でも新日本、日本海フェリーだからさ、そう大揺れだかかも。そう、今日の夜すげえ揺れるって出てたよ、見たら。やばい、ね、すごいって出てた。なんか明日かな、明日の昼ぐらい波が4メーターってなってたから大丈夫かなと思ってるところ。余市から小樽港まで20キロだな。うん、いいね。30分ぐらいな。札幌も近いからね、うんうん、結構いいよね。いいね。ちょっと美味しいお寿司を食べに来てさ、余市に、うん、ね、柿崎でお土産買って、日課で試飲して完璧じゃん。完璧だ ね。やっべ、サーフィンしてる。本当だ、札幌じゃん。しかも札幌は本当だね、一人は。すごい。
冬の北海道だよ。ねえ。すごいね。すごいね。小樽に入ったけど、すごいね、雪。ねえ。な、これは。さあ、小樽駅まで4キロだって、あと。近いね。近い。雪がどんどん増えていくんだけど、すごい、ね、小樽に近づくにつれて。これでまっすぐ行って、右の方曲がってったら、小樽がだね。すごいね。雪で見えないじゃん。見えないけど、めちゃくちゃいる。すごい人いた、今。すごいよ。見えた。冬も混むんだな。夏ぐらいいるじゃん。ねえ。おお。やっぱインバウンドが。すごいな。今は。まあみんないいだろうね。東南アジアの人だったら、雪がいっぱいで。うん、おお、いっぱいいる。ねえ。東南アジアの人がやっぱ多い。まあ、アジアの人が多いかな。東アジアと東南アジアと、うん、ベトナムもそうだしさ、マレーシアとかタイもさ、ロイズはあるじゃん、うんうん、ね、まあ小樽じゃないけどロイズは、だけど北海道はやっぱ人気だからね、うんうん、ルタオはまだないかな。パブロはあったけどな。あ、パブロはあったね。でもあれ北海道じゃないか、別に。ビアードパパとかも、ビアードパパも絶対あるな。行ってみよう、行ってみよう。すごいね、刺身セットあるじゃん。なかなか海鮮がないから、しょうがないから、うん、小樽といえばさ、ナルトっていうチキンが有名だから、うん、もうチキンを食べちゃおうか、先に。いいね、食べちゃおう。食べて、で、フェリーターミナルに4時までに行かないとダメだから、今1時半でご飯食べてたら2時でしょ、うん、で、近くのスーパーで買い出ししたらさ、いい時間でしょ、うん、そうしようか。そうしよう。ここになる。街中でもあんなんやんのな。そりゃそうか、街中だからやる。あ、ここもそうなんだ。まあいいか、街で、うん、どっちでもいいけど。定食一つと、あとザンギ定食一つと、お昼は2時まで50円引きなんだって。2つで2000円、安かった。結構混んでるね。うん、ホッケフライ定食とかもある。お、ホッケザンギ、すごいね、超うまそうじゃん。早速いただこう。すごいね、すごいね。いただきます。あ、うまっ、すごい。おいしい。すごいね、皮がパリパリだ。熱そうだね。そうめんです。熱っ、熱っ、熱っ、熱っ。すごいな、めちゃくちゃジューシー。おー、すごい、美味しそう。ザンギ定食、うまそうだな。美味しかった。
ただきます。でっかいな、ほんとすごいね。すごい油、すごいな。あ、ジャンギの方がうまそうだな。おいしい、すごいジューシーだ。若鶏の半身はさ、半分はささみとかだからさ、すごいね、それ、いやー、美味しかったね。うまかったな。漁師フェリーの時間です。災害支援の方がいっぱいかな。乗船です。新潟行き乗船です。さあ、今日の部屋はステート A ツインアウトサイドです。ステート乗るな。いっぱいいるぞ、カメラマンが。船です。バックで、はいはい、今日は4階だね。お客様へお願い申し上げます。今日のお部屋はここです。いいね、必要十分だね。テレビもあるしさ、窓もあるし、すごいね。でも大揺れだってよ。大揺れだって言ってるね今、うん、これトイレすごいよ、シャワー付きで。わ、すごい、シャワールームだ。そうそう、シャワールーム付きのお手洗い、うん、結構綺麗、すごいね。いいよ。あ、まもなく出港となりますので、お車にお忘れ物ございませんようお願いいたします。悪天候のため閉鎖だって。今日は出れないらしい。お風呂どうだった？お風呂最高だったよ。嘘、誰もいなかったんだ出港の時あ、そう、ホタルの町がね、あ、違う、露天風呂がまずあるの。あるんだよね、うん、そうそう。で、露天風呂が結構大きな露天風呂で、あ、そう、うん、で、前があのアクリルみたいな、あ、透明のガラスになってる、透明のついたてみたいなのがあるのか。そうそうそう。で、外がもうよく見える。あ、まあ、立ってたら向こうからもよく見えるんだけど、で、なんかあの出港の時にこうホタルの街が見えてたね、うん、俺こっから見てた。すごく綺麗に見えて、うん、最高だよ。男風呂がめちゃくちゃ混んでんだよな。混んでるね、うん、今日は警察のさ支援の人と、うん、あと高校生とか学生さんがいっぱいいんだ。大学生とか、うん、運動系の、うん、なんで俺はもっと今日めちゃくちゃ揺れるって言ってるから、うん、めちゃくちゃ揺れたら行きます。でもね、なんかこう船がカーブするとねお湯がやっぱりすごいね湯分
湯船がさ、湯船の中から。ああ、面白いから行ってみよう。うん、行ってみよう。ということで、俺は今日これを飲みます。よいち。すごい気に入ってるの、このレトロな感じ。瓶が、うんうん、結構いい感じでしょ。それで1000円ぐらいでしょ。これ600円だか700円したからな。そうそうそう。じゃあまずこちらから。はい。なんかミニバーみたいだね。よいち。シングルモロとよいち。こんな色なんだ。ちょっとこのワイン未来の色。おお。まだ大丈夫だよね。10時ぐらいまでよね。はい。乾杯。もっとか。明日9時だもんね。いい香りする。おお。すごいね。ああ。ジンジャーエールでもいいな。あ、どうしようかな。俺ジンジャーエールで割ろうかな。これで飲みたいんですか。そうか。はい、北海道お疲れさん。ああ、ちょっとまだ濃いな。氷が欲しいな。あ、美味しい。でも、はい、こちら。うん、うん、あ、甘いんだね、これ。甘いの。美味しいね。だって売店がもうすぐ閉まっちゃうっていうので、アイスクリームでも買いに行ってみます。9時まで待って。早いな。早いね。8時間に終われるんだ。アイスある？アイスある。お、何これ。笹団子もある。すごい。ハーゲンダッツ370円。え、ちょっと何これ。はい、買いました。桃太郎。何桃太郎。新潟の桃太郎。初めて見たい。あとパピコ3個も買っちゃったよ。うん、これはお風呂上がった時よ。うん、おはよう。おはよう。着きました。うん、よく揺れたね。揺れたね。すごかった。もう新潟港だって。もうあと1時間、あと30分で降りるらしいぞ。うん、忙しいね。うん、クロワッサン買ってきたよ。よし。1個250円。お、高いね。船内で焼いたクロワッサンみたいだよ。いただきます。あ、うまいうまい。おいしい。うん、結構みんな買ってたよ。サクサクでうまい。うん、うまい。昨日のさ、うん、あの警察の車いっぱいあったじゃん。うんうん、ニュースに出てたね。うーん、130名、10日間だって。入り打ちすぎるから最高だろうな、多分。オリーナ、雨か。はい、出発です。うん、よかったね、ラベンダー。ちょっとせっかくだからさ、あの回転寿司の入ってるとこ見てこうよ。そうそうそう、港のマルシェだっけ。いっぱい入ってる。そう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 。弁慶、まだ弁慶はいけないんだけど、これだね。これか。空いてるね、今日。前めちゃくちゃ混んでたよな。確かここね、あったかいね。全部10時とか10時半からだからさ、開いてないんだまだ。佐渡稲田、マサバ、キンメ。あー、本当だね。高いね、メバルって。高級だね、やっぱり。セコガニ、メガニ、生きてるもんな。すごいね、新潟港。ねえ、あん
全ならいいね。お寿司がめちゃくちゃ美味しそうで安いんだけどね。すごいよ。朝ごはん兄ちゃんこれ。なんか買う？朝ごはんがてら。ね。緑茶かな、緑茶かな。うん。お緑茶は飲みたいよね。いいね。いただきます。美味しそうだね。いただきます。うまい。あ、美味しい。美味しいね。うん、美味しい。そろそろこの季節か。粒かな。うん。好きだね、かい。うん。俺はのどぐろいただきます。のどぐろか。うん。うわあ、すんごいな。これ食べてみなよ。超うまい。すごいぞ、油が。これで800円いくらだった？これ400円か。超安いよね。うん。美味しいよね。ここいいね、ここの鮮魚センターさ。だいたいこういう感じのところって高いじゃん。高いか、うん、冷凍物とかさ、うん、なんかパッとしないことが多いけど、うん、ここすごいいいね。結構いいね。新潟産の紅ズワイ。うん、うまい。わ、うまい。すげえな、これ見て。錦糸卵。おー。下。おー、すげえ。うまい。850円だね、こんな入って。ね、すごい入ってるね。うん。あ、うまいな、これ。ちょっとあげる、どうぞ。うん。じゃあ、いきます。はーい。じゃあ、運転頼みます。はい。